ルーテル学院大学は東京都三鷹市大沢三の十の二十に本部を置く日本の私立大学である。1964年に設置された。ルーテル学院チャペル教育目的は心と福祉と魂の高度な専門家を養成する。学校名のルーテルは宗教改革の中心人物マルティン・ルターから来ている。大学の東門の兵にはルターのとは自分のためでなく 隣人のために生きて、使えるままに神の祝福があるようにがドイツ語で書かれている。日本福音、ルーテル教会と日本ルーテル教団が創立の母体であり、両教団の牧師を養成するための神学校である日本ルーテル人学校を併設している。なお、熊本の九州ルーテル学院大学とは姉妹校の関係にある。 2014年4月より、一学部一学科後構成へ改編された。キリストの心を心とする、一人一人を大切にする教育を通じて、キリストの心を心として、神と世に仕える人材を育成する一学年定員90名。学生全員分のメールボックスがある。学生のクリスチャンの割合は10%程度。学部福祉実習教育は、 文部科学省の平成19年度特色ある大学教育支援プログラムで包括的実習指導教育システムの構築、段階的スキルアップとトライアングル指導の確立が採択されている。大学院附属研究所人間成長とカウンセリング研究所は2012年7月31日に閉所した。他学園祭として愛祭が開催される。校舎は建築家。 村野東吾が78歳の時に設計したもので、その代表作の一つと言われている。隣接する東京進学大学とは単位互換制度を設けている。近隣の国際キリスト教大学との交流は2013年、現在行われていないが、学生は相互の図書館を利用することができる。なお、在校生以外も申請をすれば、図書館の利用が可能となる。ありがとうございます。